しこさんが立たないですけど。じゃあ。ている作家の皆さんに、ご協力いただきまして、木と漆でできたお箸、スプーン、フォークなどをメインに展示をしております。ただ塗るだけではなくて、ちょっとこういった形で色のついた加色をしているものもありますし、そのまま木の木目を生かしたような作品も皆さん、作りたいイメージを形にしている作品が多いので、その作家さんの個性もとても強く表れていると思います。スプーンや箸は直接口に入るので、舌触り、口に入れた感覚とかそういったものにも細部までこだわって作られているので、ぜひ手に取って見ていただきたいと思います。土日月の3日間3連休を利用して、風雪家さんのお豆腐を工房のオリジナルのスプーンでこうちょっと試食していただくっていう試食会を予定しておりますので、ぜひそちらの方も参加していただければ。